浦野康雄は日本の元政治家、衆議院議員、科学技術庁長,長官を歴任した。自民党内では宮沢派に所属。労働大臣を務めた浦野幸男の女性。結婚前の旧姓は伊藤。愛知県西鴨郡衣町に生まれる。父親の伊藤茂は教員で、後に愛知県立豊田西高等学校の校長を務めた。 1948年4月、知流調律知流小学校に入学。1954年3月、衣市立衣南部小学校を卒業。1957年3月、愛知学芸大学附属岡崎中学校を卒業。1960年3月、愛知県立岡崎高等学校を卒業。1964年3月、 学習院大学生計画部経済学科卒業。同年4月、警視庁に就職。1970年3月、警視庁を退職。同年4月、愛知県に戻り、豊田通商に入社。同年10月、衆議院議員、浦野幸男の長女、和千代と結婚。1976年12月5日に行われた。 第34回衆議院議員総選挙で岐阜が6、戦1977年1月16日、岐阜の浦野幸男が心不全のため死去。陣営の幹部は、トヨタの意向聴取が、先決と考え、1月19日に、トヨタ自動車工業本社で副社長の花井翔八と、面会した。陣営幹部が、強度から第2の浦野を出すべきと思いますが、と述べると、花井は、 その提案を両として、社長にもよく話しておくと答えた。1月21日、旧一式町出身の稲垣実音が繰り上げ当選。豊田市に次ぐ人口を持つ岡崎市では、1955年を境に、地元保守系大義士を失い続けていた。岡崎はここで必ず出してくると読んだ、浦野幸男の秘書の鈴木敏正は、安置の擁立に素早く動き、 その間陣営幹部は、花井との会合を重ねた。花井の指示により、関連会社150社からなる、東海協法会はトヨタ本社役員室で、裏の講演会に1500万円を資金として渡した。1977年2月23日、東西鴨モ群の町村長会及び、議長会は裏の講演会に対し、安沖を後継者と定めた旨の申し出をし、 豊田氏側も、早急に、安置を、後継者に推薦してほしいとの要望をした。49日が過ぎて間もなく、堺鈴雄県議、西山隆豊田市長らによって、浦野幸男後継者問題懇談会が作られた。3月2日、堺、西山、三好町長、阿助町長、小原村長、藤岡村長、旭,長旭町長、下山村長、 豊田商工会議所会頭ら豊田市、東西鴨群の製材海洋人で構成する、浦野幸男後継者問題懇談会世話人会は、安沖の自宅を訪れ、正式に後継住宅を要請した。3月14日、豊田勤労福祉会館で開かれた、浦野幸男後援会の総会で安沖を後継にする、ことが、満場一致で可決された。浦野は、 豊田通商において総務部総務課長に昇進していたが3月に退社。4月11日、大平正義の秘書となり港区赤坂の事務所に勤務。1979年10月7日に行われた第35回衆議院議員総選挙に旧愛知4区から自民党公認で立候補しトップ当選を果たす。派閥としては高知会に所属した。 1980年6月、第36回衆議院議員総選挙が実施。トップ当選の座は、元豊田自動車労働組合委員長で、民社党公認の渡辺武蔵に譲るも、得票数2位で再選。1985年12月28日、第2次中曽根内閣、第2次改造内閣が成立。外務政務次官に就任。 1986年3月3日から3月5日、福田武雄、鹿野道彦、土井孝子、大木千景らと共に、第二回人口と開発に関するアジア国会議員、代表者会議に出席。1987年11月6日、竹下内閣が成立。通称産業政務次官に就任。1993年7月、 第40回衆議院議員総選挙が行われ、6期目の当選を果たす。1995年8月8日、村山改造内閣において、科学技術庁長官兼原子力委員会委員長に就任。8月14日、現職閣僚として靖国神社参拝。12月8日、高速増殖炉、文樹のナトリウム漏洩事故が発生。 日本原子力研究開発機構への指導を行う。12月11日、文樹の現場視察を行う。この際、事故を受けて、マスコミ等で高速増殖炉開発計画の見直しが取り沙汰される中、計画を引き続き堅持する方針を示し、村山富一首相もこれに同意する。中選挙区時代、トヨタ自動車及び系列会社では、組合員は、伊藤衛生さん、 課長になったら、浦野さんと住み分けが図られてきたが、1994年に政治改革4法が国会で可決され、一人を選ぶ小選挙区制がついに導入される。1996年9月27日、衆議院が解散。前豊太郎連は、元従業員の伊藤英生の支援を会社の幹部に強く求めた。 会社に対しても社員を落としていいのですか今回は順位を争う選挙ではないと迫った。会社側は、俺、選挙終盤の2日間、課長以上の管理職5000人に伊藤支援の指令が出た。伊藤の優勢が伝えられる中、逆転をかけた自民党の加藤浩一幹事長は、 投票日2日前の10月18日、豊田自動車本社に出向き、豊田翔一郎会長らに、浦野の支援を改めて要請した。1996年10月20日、第41回衆議院議員総選挙が実施。愛知11区においては、伊藤12万3000、浦野8万5000という大差で、浦野が落選。配率で、 比例復活もならず、トヨタは自民党と労使関係を図りにかけ、身内の労組を選んだと囁かれた。伊藤は当選したが、経団連会長を務めていた、豊田翔一郎とトヨタに対する自民党の風当たりは強くなった。政界引退を表明した浦野は、落選後の半年間は農作業に無我夢中で打ち込んだという、1997年の初めに、 自民党本部から次期参院選出馬の強い要請があり、同年7月に立候補の意思を固めた。10月9日、自民党は次期参院選の愛知県選挙区に県連会長の大木博史と浦野の二人を公認することを決定。そして、浦野はトヨタ自動車から全面的な支援を受けることとなった。トヨタ自動車は、浦野を絶対落とすなの,の大号令をかけ、グループ10社から 先住社員を集め、本社総務部内に、船体本部を置いた。1万人の課長職以上の社員に、講演会員集めを指示し、一人当たり10人以上のノルマを課した。1998年5月30日に、行われた、支援母体、夢、愛知21のトヨタカモチク大会で、トヨタ自動車の超不二雄専務は、経団連で、豊田昭一郎会長を補佐して通関したのは、 自民本部や国政とのパイプ役が全くないことだ。国政の商工分野等で過去実績を示す裏野市は、その意味で大きな存在となろう。トヨタも支援に本腰を入れると力説した。選挙戦終盤では、豊田昇一郎は販売店などに直接電話を入れ、奥田博社長も必勝の鉢巻キ姿で演説会場に飛び入りした。1998年7月12日、 第18回参議院議員通常選挙が行われる。当時の愛知県選挙区の改選数は3。野党派の連合愛知も、休憩断連職員の木又慶武と、元衆議院議員の佐藤大輔の2人を公認していたが、木又と佐藤は1位、2位を独占。浦野と大木との間でほぼ等しく票が割れ、結果として共産党新人の八田博子が、 得票数3位で滑り込んだ。5位で落選した浦野は再び政界からの引退を表明。1999年10月15日、豊田市長の加藤翔一は4選不出馬を表明。その後継者として名前が上がり、自民党、民主党などから2000年2月の豊田市長、選挙立候補を要請されるも事態。市長選には、 鈴木公平助役が立候補し初当選した。2003年9月5日、自民党愛知11区支部は、知名度や実績があるとして、浦野に第43回衆議院議員総選挙への立候補を要請する方針を決めた。しかし浦野は健康状態などを理由に固辞。この年の衆院選で、自民党は11区に候補者を擁立できず、不戦敗となった。 2012年4月29日、朝日、重光明受賞。2013年3月2日、豊田市名誉市民に推挙される。2021年1月25日5時53分、肝細胞癌のため、愛知県豊田市の病院で死去。79歳没。死没日をもって、13位に除される。くしくも衆院選で、同じ選挙区で戦った。 伊藤衛生も浦野が亡くなる、約一週間前の同月19日に同じく79歳で死去していた。ありがとうございます。